ダイナミックな地球担当講師の大森です。聞き手の宮園です。今私たちは、ジュラ紀の地層の前に、来ているわけですけれども、はい、まあ、なぜ地層かというと、まあ、この講義で扱う地球の歴史を解明するために、まあ、まず第一に必要な情報源が、この地層の岩石、ということだからです。まさにこの今私たちの目の前に地球の歴史の積み重ねがあるわけですね。そうですね、まさにこの層に、その積み重ねが記憶されている、そういうことになります。はい、ダイナミックな地球は地球科学の入門科目で、しばしば地球は生きているというふうに例えられる、地球の変動であるとか進化、そのようなことを扱っていきます。一言に地球といっても、地球の内部や表層環境、そして表層環境に暮らす生物、または宇宙との関係、そのようにですね、幅広い、時間や空間のスケールを扱う必要があります。この科目では、そのような、地球というものを、総合的に扱いたいと思っています。例えばこの地層ですけれども、この地層ができるためには、当然ながら宇宙が誕生している必要があるし、そこに元素が生成する必要があります。物質がないと地層はできない。そのような視点で話を進めていきたいというふうに思います。それでは第1回から第15回の講義の内容を紹介していきたいと思います。全15回の講義ですが、講師は私のほかに第5回と6回を国立極地研究所の川村先生、第7回と8回を海洋研究開発機構の細田先生、第9回と10回を同じく海洋研究開発機構の横井先生、そして第14回を東京都立大学名誉教授の山崎先生に担当していただきます。で、科学の世界では、システムというのは、互いに作用し合う要素の集合体、というふうに定義されています。はい、こちらの図、これは地球をですね、こうパカッとこう切り取って内部が見えるようにした図になっています。このような地球をですね、構成しているいろいろな要素、これらを集合体として見て、これが地球システムですよ、そのように考えるというのが地球システムという見方です。蛇紋岩の中に水が入ってるってことなんですか？そういうことです。液体として入ってるわけではなくて、化合物として水の分子が入っている。だいたいこれで重さで 13% ぐらいは水の分子のということになります。はい、透明なところにも実は水蒸気が含まれてるわけですけれども、はい、冷えて水滴ができたところがこのように見えて、試験管炎から遠いところが冷たいので、そこに水滴ができる、分かりやすく見えているわけです、ということになるわけです。このグリーンランドの氷床の縮小のメカニズムというと、表面質量種子、つまり溶けてなくなっている分が、より大きいということが言えるんですね。はい、はい、ではここでですね、グリーンランドの北西部で上空から沿岸地方を撮影した映像があるので見てみましょう。はい、2019年の7月なんですが、飛行機から撮影したものですね。最初遠くに海とかも映ってたんですが、下は全部氷なんですね。ただ意外と黒っぽい場所もあるんですよね。で、それで表面が溶けて湖みたいになってるところも結構あるんですよね。これが深層循環によって海水が表層から深層に向けて運ばれている片鱗でもあります。深層の水温が低いのは表層で冷やされた水が運ばれているからです。はい、それでは深層循環形成メカニズムを簡単な水槽実験を見ながら説明していきましょう。これは水槽を使った実験で、上層にインクで染まった軽い液体を入れています。ここでお湯を使っています。はい、下層には重い冷やされた液体、ここでは水ですが、それを入れて、海洋のように上下で温度の清掃を作ってあります。はい、水槽の片側の表層の水を氷で冷やしてみましょう。はい、
するとインクで染められた軽い水が重くなって下に沈んでいきます。これは横からの映像ですね。あともう一ついいでしょうか。はい、時々天気予報などで爆弾低気圧というのを耳にするんですが、爆弾低気圧と台風の違いは何なんですか。爆弾低気圧というのは、実は、温帯低気圧の一種なんです。はい、その温帯低気圧の中で、急激に発達した低気圧、そのことを特に、爆弾低気圧と言ったいうことがあります。はい、はい、そうなんですね。ちょっと気になってたので今回知れてよかったです。でちょっと、その岩石をですね、説明していきたいんですけれども、はい、こちら、向かってくるプレートの、海洋底には、海洋底層状を作る岩石ですけれども、ちょっと変質している玄武岩、それから、チャートですね、はい、このようなものが、載っている、はい、それから海山とかがあるとそこにですね石灰岩ができる炭酸カルシウム、はい、でこのようなものがプレートの上に載っている、はい、でこのようにして作られた玉川上水っていうのは江戸時代の初めにはですね江戸の町に大切な飲料水を供給したわけです。その後八代将軍吉宗の頃に、水の少ない原野だった、武蔵野新田開発に玉川上水は、新田開発の集落、新田集落にですね飲料水を供給するっていうことで非常に大きな貢献をしたわけです。いかがでしたでしょうか。このように幅広い視点で地球について学んでいきます。私も私たちが暮らすこのダイナミックな地球を皆さんと一緒にさまざまな角度から学んでいきたいと思います。それではダイナミックな地球の受講をお待ちしております。皆さん講義でお会いしましょう。